さあ始まりました、デュアルウィールドの懐刀。今回はですね、はい、この衣装を着てるということは、縦動画でございます。縦動画です。ついにです。小曽根さんがついに袴と上を購入したということで、撮ることができました。はい、長らくお待たせしました。お待たせいたしました。今までもですね、はい、その練習動画とかは上げてきたんですけども、うん、一応本番動画というか、そうだね、縦ユニットらしくやっとアップできますね。はい、なのでね、まあ、僕らなりにそのカットありとか考えてやってみたので。そうだね、初挑戦だね。そうですね、手ぶれをと戦いながら、そう、戦いながらそうやってみたので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではどうぞ。どうぞ。いい表情してますね。ここ結構好きで。ここ俺分かります分かります。ちょっと遅れたな。いや、これ練習してるとこ見てほしかったですね。ね、カメラ回しとけばよかった。それもね、見てほしかった、ね。楽しそうにやってるんだ、ね、俺楽しそうにやってるでしょ。まあですね、今僕らやってたのは、まあ、カット割りしてない状態なんですけども、うん、なんとなくじゃあここ今編集しようかって話しながらやってて、うん、じゃあね、この出来上がりがどんなものなのか、うん、まあ、またちょっと巻き戻してもらって、いつかね、この引きだけの映像も上げれたらいい。そうだね、うん、では、まあ、こんな感じです、縦動画としては。はい、いかがだったでしょうかね。いかがだったでしょうか。またね、定期的にこんな感じで、うん、まあ、月に1本くらい上げてたらいいですね。ね、もうどん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 縦動画も上げていきたいと思います。カット割りがね、めちゃくちゃ成長してたら、成長してたらカメラマンもちょっと雇うかもしれないですね。雇う本格的に。本格的にそうですね。いや、楽しかったね。楽しかったですね。いや、意外とこうやって、意外と隅田光太郎、カメラマンの才能が、いや、マジでびっくりっすよ。びっくりした。今だって俺編集マンもやってますし。すごいな。全然手ぶれしないんだ。手ぶれしないんすよね。俺何回撮り直したことか。あ、ごめんごめんっつって。意外とうまかったっすね。なんで多分小曽根さんから見た俺の方とかは、うん、結構ブレてるんですけど、うん、そう、俺から見た小曽根さんの方はあんま、ね、めちゃくちゃいい感じに撮ってもらって。そうっすね。なんか申し訳ない。まあ今後もね、小曽根さんのその手ぶれの手ぶれしな、やめよう、ここから。別にまあいいや。まあ今後もぜひぜひお楽しみください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。